ロー戻ったか？無事に会えたか？何があったんだ？全員亡くなってた。そんな。凶悪なネイティブの奇襲を受けたみたい。そいつは始末してある。でも衛兵の手には余る相手だったんだと思う。くそ、そうか。あんたにも面倒をかけたな。連絡がつかなくなってからずっと無事を祈ってたんだが。隊長にも報告するよ。皆の記憶を回収してくれてありがとう。そう、役に立てたなら光栄に思う。まさか本気で取ってくるとは思わなかったよ。正直予想外だ。ありがとう。じゃあ紙をお願い。決まった感じで。ずいぶんと根に持ってるみたいだな。じゃあ始めようか。君のスタイリングならいつでも可能だ。気に入った？よくは分からないけど、少し自信はついた気がする。アダム、どう思う？え？どうって俺に聞くな。修理した方が良さそうに見える。それはそうと、町の状況は知っておいて損はなさそう。
ロクサーヌ。天使ちゃん、こんな薄暗い路地にいると余計神々しく見えるわ。余計なことは言わないで。怖い怖い。それで？楽しかったわよ、天使ちゃん。またいつでも来て。じゃあね。ええ、それじゃあまた。ザイオンは地球一安全な場所だ。ネイティブに侵入されたことだって一度もない。
し戻ったか。わしの目に狂いはなかった。よくぞやったアダム。あとはお主に任せるとしよう。ハイパードライブへ行くぞ。第二ドライブ、エネルギー注入、アクティベーション開始。うわあ、だいぶ明るくなったね。ああ、俺たちの行いには意義がある。今一度礼を言おう。今度はそっちの番。流行るな。すぐに答えを得られよ。古びた町の中心に下水処理場と列車の解体場がある。マトリックスイレブンと呼ばれるかの地よりアルファネイティブの反応を検知した。マトリックスイレブン。テトラポッドにマップデータを転送しておこう。これさえあればアルファネイティブが潜む施設へとたどり着けるはずだ。いろいろ教えてくれてありがとう。お主らのこれまでの働きに比べればこれでもまだ足りないくらいだ。うん、気をつけていくがよい。簡単。町の様子が前と違う。人も看板も前より増えてる。言ったろ、俺たちの行いには意義がある。これでもう人からジロジロ見られずに済むぞ。よかった。正直ずっと落ち着かなかったんだ。俺はテトラポッドに戻ってる。せっかくだから街並みを見てくるといい。ザイオンの状況はひどくなる一方だよ。だがお前ならきっと変化をもたらせるはずだ。こっち来い。声を出さずについて来い。何なの？何かよ。声を出さずについてこいって言ったろ。
ずさんではあるけど、ザイオンのゲ…私を殺せってこと、どうしたらいいんだろう。装置のところに戻ろう。リリーが閉じ込められてたドロップポット、場所はわかる。天使、妹がさらわれたんだ。あの子を連れ戻してくれ。さらった相手はどこ。向こうだ、路地の先に逃げた。ここで待ってて。どういうこと。まったく、何が天使様だ。単にコロニーから来たってだけなのに、どいつもこいつも崇めやがって。俺たちだって同じ人間だろ、違うか。なんで俺たちだけゴミを漁ってネイティブにビクつきながら暮らさなきゃなんねんだ。答えろよ。でもな、知ってるか、実際のとこおめえらは文字通り俺らにとって天使なんだよ。おめえらの体にはとんでもねえお宝パーツがぎっしり詰まってんのさ。おまけにこんだけいい状態なら文句なしだ。あとはわかるの。なんだったらよ、売りさばくのを感謝してほしいくらいだ。イブ、平家、俺の目をよく見ろ。アダム、こいつら闇市の商人だ。まさか空挺部隊にまで手を出すとはな。なんてこと。こんなのは初めてだ。どうやら人類の敵はネイティブだけじゃないらしい。ひとまずセーフハウスに戻ってメンテナンスをしよう。イブ、待ってました。お見せしたいものがあるんです。これは何。これはですね、名付けてアルファ信号受信機。アルファコアのかすかな反応を拾って、その位置をピンポイントで割り出せるデバイスです。そう遠くのコアまでは探知できませんけど、オルカルが話してた場所までたどり着けばきっと役に立ってくれるはずです。はあ、やるじゃないか。俺の出番はもうなしか。アダムの出番なんて最初からないよ。生意気言うな。リリー、いつも助けてくれてありがとう。
それとね、もう一つ。ちょっと後ろ向いてみて。よし、終わり。一体何をしたの？ボディセルの出力をちょっといじってみました。体が軽くなった感じしません？確かに軽くなった気がする。試しにジャンプしたらきっと違いにびっくりしますよ。いや、天使か。こんにちは。君は歴史に興味はあるかい？歴史？はい、はい、すごく興味ある。おお、そうか。前のめりとは驚いたな。興味を持ってくれて嬉しいよ。ここの住民はみんな疲れ切ってて歴史に目を向けようとしないんだ。そこまで興味はないけど。僕は特に有機文明に関心があるんだ。僕らの以前に存在した有機人間とかさ。でも残念ながら当時の記録はあまり残ってないんだ。人の話をまるで聞いてない。妙だと思わないか？歴史を軽視してたとしても当時の記録が一切ないのはおかしいよ。あえて隠されたんじゃないか？禁忌みたいにさ。どうだ、興味湧いてきたろ？やっぱりな。好奇心は人の原動力さ。常に学ばないと。それでさ、いろいろ考えてたんだ。どういう場所を探したら昔の記録が見つかるかなって。君はエイトスセブンの記録保管庫に入ったことがあるって聞いたけど本当かい？そこでハイパーセルを手に入れたんだろ？確かに中には入ったけど。そうか。なら一つ頼みがあるんだ。記録保管庫に有機人間の記録が残ってないか調べてきてくれないか？君なら絶対できるはずだよ。お願いだ。でも記録保管庫はもう。イブ、イブ、情報を抜き出すだけなら入り口にある端末から操作できるはずです。リリー、あなたも一緒に来る？ついてっていいんですか？私、過去の文明についてもっと知りたいです。それじゃあエイドスセブンに行った時に調べてみましょう。そう来なくちゃ。君も歴史好きで本当よかったよ。じゃあ頼んだね。ここで君を待ってるからいい知らせを頼むよ。さあ行っと行っと。ええ、もう分かった。Thank you.
使様？天使様ですよね。ねえ、その天使って呼び方はやめて。あなたは？あのね、向こうにいた男の人がこれを渡せって。これは？知らない。でもこれで任務達成。じゃあね。私天使様と話しちゃった。どういうつもり？直接自分で渡さず子供を使うなんて。これは何かのプログラム？ペテロスプラザって、あの水没したショッピングモール。はっきりしないメッセージ、罠かもしれない。かもな。行って確かめるか。どうしよう。店を漁るな。うちは今閉店中だ。ああ、天使様か。ここで何してるんだ？物音がしたけど何かあったの？気づかなかったよ。心配させて悪かったね。見ての通り、うちはいろんな商品を扱う店なんだが、もう店を畳むつもりなんだ。どうして？実は大事な宝物を店に置いてたんだ。お守りみたいなもんでね。金メッキの仏像なんだ。すごく価値のある骨董品さ。でも娘のアリンに盗まれた。この店のお守りだってのに。くそ、値打ちのものだと知って売りさばく気にでもなったんだろうな。なるほど。よければ手を貸すけど。ありがとう、天使様。市場にいる回収屋たちを脅せばきっと行方もわかる。脅すの？ああ、そうだ。どうしてもあの仏像を取り戻したいんだ。頼む、五章だ。わかった、調べてみる。ごきげんよう、天使様。マザースフィアの祝福があらんこと。ああ、どうも。こうしてお会いできたのも主のお導きです。祈りが通じたのですよ。マザースフィアの命で地上まで降りてきたのなら、ぜひとも一つお願いを聞いてもらえませんか？お願い？私には兄がいて、私に負けないくらい信心深い人でした。でも残念なことに、水没したエイドスセブンから逃げ遅れてしまいまして。エイドスセブン？もちろん兄がまだ生きているとはさすがに思っていません。ですが兄が大事にしていた御言葉の書だけは見つけ出したくて。あの本は私たちの命よりも大事なものなのです。兄はエイドスセブンの図書館で司書をしていたのです。きっと兄は本を守るためにあの場にとどまり続けたのでしょう。どうか図書館から御言葉の書を持ち帰ってください。表紙に黄金の円があしらわれているのですぐにわかるはずです。わかった。感謝します。どうかマザースフィアのご加護がありますように。
調子が上向いてきたと思ったら天使のお目見えか。悪いがあんたに物を売る気はねえ。よそ言ってくれ。少し聞いてもいい？あ？なんだ？アリンって女の子を見かけなかった？あ？アリン？なんであの子がうちに？もし何かしらの情報を求めてんならシスターズジャンクに寄ってみるのが一番だな。アリンもきっとそうしたはずだ。なるほど、教えてくれてありがとう。天使じゃねえか。天使がラストガルプに何の用だ？まさか歌でも聞きに来たのか？そっちこそ、他の回収屋みたいにスクラップ集めはしなくていいの？俺だってできるならそうしてえよ。全部相方がヘマしたせいさ。あいつは禁足地に入ったんだ。ザイオンのためになりそうなお宝があるとか言ってな。バカなやつだよ。あそこには悪魔が救ってる。だから手つかずの宝があるんだ。悪魔？ああ、文字通りな。ネイティブのうなり声が鳴り響く最悪の場所さ。相方を探しに近くまで行ってはみたよ。でも腰抜けみたいに逃げ帰ってきた。それ以来回収屋業からは足を洗ったんだ。ネイティブが関わってるなら見過ごせない。手伝わせて。はあ？冗談だろ。見返りなんてねえぞ。まあこっちとしちゃありがてえが、俺はただ相方がトミーが生きてるか確かめたい。あいつを探してきてくれ。頼む。わかった。場所を教えて。
それでここまで連れてきて何の用？まあ落ち着け。渡したいもんがある。ほらよ。え、これって何の端末？量子パスコードでロックされてる。これをどうしろっていうの？俺に聞かれても困るよ。俺はただ物を渡すように言われただけだ。じゃな。あ、ちょっと。